決スト銘柄を見ていきたいと思います。まずはヒューリックでございますけれども、最高益予想を上乗せ配当2円増額ということで、ホルダーの方おめでとうございます。12月の配当銘柄ですね。配当利回りは3.58%に上昇してきておりますと、今日の11時30分に発表。 しております。第3クォータータで、ししたけれども、売上高37減最終利益は25プラスで着地してますとで。主力が不動産事業ですね。フューリックは東京23区が中心というところがね、えー、特徴的な銘柄でございますけれども、結果的に好調ですよと。取得した物件によりオフィス等の不動産賃貸収入は安定的に推移しましたよということで、利益は9.7%増となりましたっていうことですね。で、チャートはこちらのようになっております。 ててても今年からですすねガガガとと上がってきておりますと次の銘柄ですけども小松ですねこちらも増報修正最高益配当5円増額ということで配当金をしっかり引き上げてきたとバッと短く持って決めてきたなっていうさすが小松なんかほんとそんな感覚ですね第2クォーターでしたけれども売上高8%プラス最終利益21%プラスですねでこの銘柄が第2クォーターのタイミングで情報修正と配当の引き上げやってくるっていう っていうのは過去のデータ的にだいたいそうですよっていうのはねこのチャンネルの動画でも何回もねお伝えさせていただきましたけれどもしっかりやってきましたよと。はいということでね、えー、今後の見通しこちらのようになっております。アメリカは強いんですよね。 で、このアメリカ強いっていうのは他の決算でも同じようなことを書いてる会社がありまして、北米もね、今後の見通しですね。これからアメリカは引き続き強いだろうというとこなんですけど、この CIS ってロシアとかね、その辺なんですけど、このロシア系とか中国、アジア。このあたりがね、ちょっと調子悪いですよね。で、この中国がね、やっぱ調子悪いっていうのも、これも他の会社ももういろんなところが同じように中国で設備投資が減速しているっていうね、景気がちょっといまいち っていうのは書いてるんで、引き続きまだ中国厳しいのかなっていうのは頭に入れておく必要はあるかなと思うんで、中国比率高い会社、これからの決算、ちょっと要注意かなっていうのは思いますね。なので今後に関してはアメリカは強いだろうと。 で、あと中南米ですね。ここも伸びていくんじゃないかという見通しになっております。まあ、なので去年ですね。2022年から2023年、今年の最新見通し言うと、売り上げはやや増加しますよと。で、売り上げ伸びる点に関しては、そのアメリカが強いっていうところね、アジアとかのマイナスを補ってるってところもあるんですけど、為替ですよね。為替の利益が結構でかいと。で、為替と、あとは販売価格ですね。値上げしていると。 いう、ここの二つが結構プラスに効いてますよ。あとはドル円の見通し変えたりとかもしてますね。もともと小松の出してたドルの見通しがめちゃめちゃ保守的だったんで、そこを情報修正というかね、見通しを引き上げたり、っていうかそういう影響とかもあって利益を押し上げているということですね。チャートはこちらのようになっております。結構ね、個人投資家人気高い銘柄ですけどね。 ままあまあ最高益予想ですし、ちゃんと情報修正出してきて、配当もちゃんと還元してくるっていうところはすごいなと思いますね、配当成功、たい40%ぐらいでやってきますよと。 いうことで週足でこんな感じのチャートになっております次はみんな大好き新越価格ですね紙期形状24%減益で着地これに関してはまあまあおおむね予想通りですね、まあ、僕もこれライブ配信で何回もあんまいい数字出さないんじゃないかなと思いますっていうのもずっと言ってたんですけど会社見通し通りですね売上20%減の最終利益29%減であの新越が減収減気かって思うんですけども、まあ、元々の見通しが売上18%減の最終利益26%減なんで元から言って 出たよねと。あんま数字良くないよっていうね。進捗率ですね。第2クォーターまで出てるんで、半年間終わった時点で進捗率56%なんで 全然悪くない進捗ですよね。残り第3クォーター、第4クォーター、2回決算残した状態で56%なんで、次の決算で75%で4回目で100%っていう感じでね、25、25、25で出していけば全然問題ないですよということで。で、新越はこの生活環境基盤材料事業ですね。この塩ビの事業なんですけど、ここがめちゃくちゃ爆発的に直近伸びてて、で、利益を大きくガッと押し上げて、業績めちゃくちゃ伸びてたんですけど、ここがね、今現役になってきてますと。 塩尾に関して中国における建設や住宅投資の弱さから状況的にあんまり良くないよということですね。でこれに関しては前回の第1クォーターの決算にも同じこと書かれてて、こちらですね、塩尾に関しては中国の住宅が弱いですよと。 だから、この第1クォーターのこの文章と、この今回のね、最新の第2クォーターの文章もほぼ一緒なんで、コピペしてるかなと思います、ね。コピペしてちょっと書き換えただけみたいな。だから、中国は引き続き弱いよねっていうところですね。で、他の会社も中国微妙って書いてるんで、まだね、中国微妙っていうのは続くんじゃないかなと思ってますと。電子材料事業ですね。こことさっきの事業で2大巨頭で売り上げってかう利益の8割ぐらい生み出してる。 ビジネスなんですけれども、こっちに関しても第一クォーターとほぼ、ほぼ同じ文言ですね。あの、半導体系の調整が続いてますよということで、もうそれはもう前回と一緒ですよね。前回の第一クォーター決算でも半導体の調整局面はまだ続いてますよということで、もうこれも一緒ですね。まだ回復にちょっと時間がかかるかなっていうところなんですね。ハードディスクとか産業用っていうのはまだ調整が続いてるんですけれども、社債系っていうのは調子がいい。 っていうことですね。なので、まあまあね、第1クォーター前回の3ヶ月前とそんなに状況はあんまり変わってないかなっていうところですね。で、日足のチャートこちらのようになってます。で新越下げたら買いたいって言ってる人めちゃくちゃ多いんで、今日のライブ配信でももう新越注目してますみたいなコメントがね、8000件ぐらい来てたんですけど、外部環境がね、改善してくれば面白い銘柄ですよね。会社そのものの実力はもうやっぱりズバ抜けてるとか、もうレベチの実力なんで、まあまあ外部環境次第かなぁ。 っていうところで、要チェック銘柄でかなと思います。で次の銘柄ですけども、M3 ですね。最終8%減益ということで、まぁちょっといまいちな感じですね。売上5%プラス最終利益は7.9%減という着地になっておりまして、決算説明資料の方ですね。このようになってまして、そのコロナ関連除くと売上はプラスですよっていうことがね、繰り返し書かれてまして、コロナ関連除くと売上16%プラス、12%プラス、で、コロナ関連除くと売上29%プラス、 コロナ関連除くと17%プラスってことでね。まあ、この全部のやつのあの、補足コメントでね、コロナの影響なければ、えプラスでしたよ、ということが書かれてますね。この前の一過性の要因の8億円の白落ありますよ、とかね、う補足でコメント出てまして、まあだからその悪い影響なければ、まあまあ、基本的に好調ですよ、と。本業そんなも問題ないですよ、っていうのがね、えー、繰り返し書かれているとこですね。コロナ関連以外の通常事業は順調に進捗というふうにね、 補足はされてますけれども、M3 って本当にこうグロースで成長してきた会社なんで、今年のね、通期見通しが売上8%増とかね、それぐらいにとどまってしまってるんで、まあ、なかなか風当たり厳しいですね。で、チャートはこんな感じでずっと下がってますけれども、 中足で見てもずっと右肩触りですね。これがいつ反転してくるのかっていうところなんですけど、どこで下げ止まるかっていうところが注目になるかなと思います。はい。で、次の柄ですが、MA 総研ですね。もう本当にバケモンみたいな決算。やっぱ強いなって感じですね。売上77%増の最終利益76%増というね。まあ、モンみたいな決算出してまして。で、これ決算説明資料の方ですね。読んでいくと、保守的に見てるっぽいんですよね。これでもね。 一人当たりの売上を保守的に見てるっていうふうに説明書かれてるんで、こんだけすごい数字出しててもまだ保守的だと。中長期的な戦略っていう資料も開示してまして、これのスライドがね、結構面白いなと思ってるんですけど、この M&A 総研とか、まあ、こういうビジネスって、アドバイザーの人数かける一人当たり売上高で業績求めることができて、MA のアドバイザーの数が増えれば増えるほど、まあ、利益も出てくるよと。 売上上がるよっていう話なんですけど、今回結構採用するんですよね。181人実績から320人が今年の予想ですね。こんぐらいいきますよと。さらにその次の年500人。さらにその次の年2026年700人ということで、まあだから今年の予想320からその来年、再来年で700なんでね、まあ倍以上になってきますよって考えたら、まあ見てるここの数字からこの数年で倍になっていくよと。まあすごいみたいなね。えー、そういう風な 面白いワクワクする見通し開示してるんでだこれがあとはね買われるかどうかですよね今 PTS っていう夜間取引で8%ぐらい上がってて、まあ、かなり交換されてるああいいなさすがっていう感じなんですけど実際にこれが一瞬ガって買われてまた売られてドドドってここの価格に戻ってくるのかどうかですよねだからグロース系今あんまりトレンドがきてなくてずっとこういう銘柄って売られてるんですけどこの MA 総研を引っ 本当にいやこんだけ業績良くはさすがに買うでしょみたいな勢力がガガガーと入ってきてそこからリバウンドしだして流れ変わるかどうかっていうとこは注目かなと思いますねだから中古型グロース好きな人たくさんいると思うんですけどこういう代表銘柄ですよね、まあ、あとカバーとかねそういったところが盛り上がってくると面白いんですけどこんだけ強い数字出しても変われないってなるとあやっぱバリューなんだっていうね えー、そういったマインドになってくるんで、ちょっとその個人投資家のマインド面っていう意味でも、こういう代表格のね、銘柄が、こんだけすごい数字出したぞと。じゃあ株価どうなんねん、トレンド変わんのかっていう、しばらくウォッチというか。 うん注目したいなって、個人的には思ってますね。はい、で、最後の銘柄ですけども、住友科学ですね、赤字下方修正を発表してます。本、第2クォーターの決算はまだなんですけど、早めの下方修正を出してきたということで、もともと300億円のマイナス赤字の予定だったんですけど、760億円に拡大してますよと。で、理由の方なんですけれども、現存損,損失を計上しますと。 いうことですね。通期の業績予想は今のところ末置きしてまして、上期だけ赤字拡大で出してるんですけど、通期予想は現在精査中であり、11月1日に予定しております第2四半期決算の時に業績改善策と合わせて説明させていただきます。で、この住友科学は週足チャートなんですけど、ずっと右肩下がりになってまして、たまにね、リバウンドするんですけど、えー、上値切り下げていってると。 いう状況で、配当利回り3%あるんですよね。だからまだ配当は据え置いてる状況ですね。今の段階では。11月1日どうなるかわからないんですけど、このね、赤字拡大を受けて株価下落するとまた利回り上がってきて、で、配当据え置くかどうかっていうところがね、配当狙いで買ってる人多いと思うんで、この銘柄、まあ、なのでそこは注目度は増してくるんかなと思いますね。あと4万円とかで買えるんで、まあまあ逆張り狙いでね。 ちょっと軽く買う人ももしかしたらいるのかもしれないですね。 はい。ということで、早めの下方修正を出したスミットも科学ですね。で、アマゾンも軽く見ておきたいんですけれども、売上利益予想上回りましたよと。時間外で5%まで上昇してますと。あとはですね、AI が結構面白いんじゃないかと。AI 需要は将来にわたってドームもの追い風になる可能性が高いということでね。まあ、やっぱり AI 系の引き合い強いっていうのは、半導体メーカーの決算でも書かれてたりするんですけど、まあ、やっぱ面白いのかなーって思いますね。中長期で見ても楽しそうだなと。 いうことですね。はい。ということで、今後のスケジュール、こちらのようになっております。まだまだ決算、めちゃくちゃ出てきます。10月30、来週からですね。関電とか、JR 東海ね。もうこれもずーっと右肩下がりですけれども、どうなるのかと。あオリエンタルランドとかですね。そのあたりも出てきますと。11月31日、ここもね、結構、ドとうの決算出てくるんですけど、あと、日銀会合、お昼12時頃発表されるんで、短期トレードしてる人ですね。まあ、ここはやっぱり、 もう本当に大注目イベントかなと思います。今のところ何もしないだろうと。あの据え置きですね。はい。もう何もしないんじゃないかと。現状維持っていうのが8割ぐらいじゃないかって今言われ出してるんで。まあ,あまあ何もなければ何もないですけど、何かあったら動くぞということでね。まあやっぱり注目せざるを得ないビッグイベントですね。11月1日、トヨタ場中決算。13時25分。トヨタに関しても、 為替の見通しが結構保守的なんで、今回のこの円安とか考えると、それは利益出るよなという話ですね。これはね、場中でライブ配信やりたいなと思ってますね、はい。トヨタ決算見るライブやろうかなと思います。で、日鉄とかも出てきますね。鉄もね、ちょっと難しいですね。やっぱり鉄ってほんと中国次第っていうか景気の波をね、すごい受けるんで、で、これ鉄が還元したとして買われるかっていうところが今、なんかね、還元、PBR 一倍割れの還元、 ブームがちょっとなんか今終わってきてるような気もしてて、うん、まあなんとも言えないんですけど、なんかあんまり一時ほどの感触というかね、買われてく感じが今ないんで、株式市場見てても。うん、だからね、なかなかやっぱ鉄って難しいんだなっていうところをね、感じるところですね。あと商社系とかもたくさん出てきますね。三菱商事とか丸紅とか出てきますよと。 いうこととで、あとであ FOMC すね。はいまあ、最近ほんの債券に注目してる個人投資家が増えてましてアメリカの EDV っていうねあの EDV っていう ETF があるんですけどこういう債券の ETF 買ってる人とかも最近すごい増えてるんで金利が上がると一旦この EDV とか債券価格は下がるんで、まあ、またその債券の買い場が来るのかなということで、ねまあ、この辺りも要チェックかなと思います、はい、まだまだね 決算シーズンの本当序盤なんで、えー、いろんな銘柄注目かなと思います。そういうということでございます。以上。